ふもとしだの放射能群、ふもとしだ属マイクローレピアは、小葉の石かぐまかに含まれるしだ植物の分類群。葉裏にある放子能群が、包み膜で覆われるが、それが、ポケット状になっているのが特徴。常緑性で、中型から大型のしだ植物。根茎は横にい、副肺の区別があり、短い毛に覆われる。葉は、有毛で、軸の表面に、溝がある。 陽針は単羽状のものもあるが、より細かく切れ込むのが普通。右辺の軸は主軸の側に流れ込む溝がある。陽脈は有利し、網を作らない。放脂能群は陽脈の端に一個ずつ生じ、その位置は、裏面の葉の円よりやや内側になる。形はほぼ円形で、包み膜に覆われる。包み膜はその基部と、それに左右の部分が葉の裏面と融合し、 先端側で口を開くので、その形はポケット型となる。旧世界の熱帯域に分布し、約50種がある。大石かぐまだけは新熱帯域まで分布がある。日本には以下の8種が知られている。なお、ヤンバルフモトシダは、側右辺の木部状側が突き出て、耳状になるなどの特徴が、他のものとは異なることから、ヤンバルフモトシダ属サイハラピアとする説がある。 その場合、この属は本種のみが含まれる単形族である。コバノイシカグマ属電子機シャは多くの点で似ている。胞子の能群が基部と左右が両面と融合した包み膜に包まれることでも共通するが、この属では胞子の能群が葉の円につくため、包み膜はポケット状ではなくコップ状になっている。この両属は禁煙なものと考えられている。古くは 井本草加に含め、その頃はこの戸川、非常に多くの軍を抱えていた。田川にはこれを区分して、小場の石か熊かを独立させることについてやや詳しく、書かれている。ABC、マイクロレピアとロピコス以下、この記事は、主として、岩月編長、P100 から103発島、P146。ありがとうございます。